つないだりとか、チューとかするんですよ。チュー、チュー。でもだから、本当に芸能界に友達とかもいなくって。だって朝ドラとかやってたじゃないですか。ね、いろんなところでご会いする機会はあると思いますけど。誘いづらいんですって、だから。きっと。そうですね。スターそうですもんね。まあ確かに。意外ですね。なんかすっごい友達多そうな。そうですね。こんだけ明るいから。うん、そうで、地元の友達とかはたくさんいるんですけど。普段はもう一日こうやってちょっと会って。はい。お疲れ様でしたって。で、まあまあ終わり。その場だけですもんね。その場だけ。あんまり、なんかそういう、なんか仲良くなるっていうところまでは。行かず、高見菜さん、AKB さん、高見菜さんとかは音楽番組の中でアイドルメドレーっていうので、うん、アイドルでコラボした時にちょっと結構お話しさせていただいて、うん、はいはい、でその前にも何度もの共演があり、うん、ちょっと仲良くなって、うん、飲みに行ったりするんですか？ご飯連れてってもらったりとか、おー、いいですね、うん、しますね。先輩だと奢ってもらえるしいいですよね。はい。そういうことじゃないでしょ。現金な。そんなことない、優しいですね。ね、はい。不思議ですね。不思議。一人でいらっしゃるんだ。一人でいます。あとすごいスーパードライなので私。あ、ビールが好きなの。そう、私もビール。性格がすごくドライ。え、そうなんだ。へえ、まあでもドライに見えるでしょう。サバサバですか。冷めてる？冷めてる。なんか情熱的なイメージありましたけどね。みんなで頑張ろうみたいな感じじゃなくてことですか。っていうのもあると思うんですけど、プライベートは本当に冷めてて、だから多分近いなって思う部分も正直あって。冷めてるんですか。冷めてる。俺が冷めてる？冷めてそうみたいな。はい。まあ、基本的にはずっと弾いてますよね。僕も。だから多分もしかしたらそういうとこもあるんですね。そうですね。じゃないとこんなスーパースターになれないかもしれないですね。いやいや。でも根はウェットなんじゃないですか？根は優しいんですよね、きっと。鈴木さんもそうじゃないですか。あ、鈴木さんね、ウェットなんですか？いや、ちょっと、まあそうですね。すごい近しい人に、すごい近しい人にはちゃんとするみたいな。優しいんですよね。はい。だから遠い人はもう結構雑な感じで、近い人にはそうですね。じゃあ、狭く深く。そんな感じしますけどね。まあ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 。だから近い人にはすごいあれなんじゃないですか。そうですね、きっと。すごい。あ、でもなんか近い人の方が、こう、雑に扱ってしまうところが。もう最低じゃないですか。気を許しちゃってね、そういうことですよね。そういう部分は直したいです。直しましょう、そこは。メンバーとかにも、すごい冷たい冷たいって怒られる。そんなイメージ全くないな。面白そう。なんでそんなに冷たいのみたいな。何をこう冷たいって言われたりするんですか？まあでも、うちの、まあメンバーもちょっとおかしいんですけど、もうくっつきようが半端なくて、もう。女の子のベタベタはね。ちょっといいですか？ねかな、ごめん。今ね、うがきさんの首にこう手を巻きつけて。抱きつけ、顔と顔をね。え、どうしよう、写真は写真撮ったから今。写真撮った今の。いや、本当に。うがきさんが喜んじゃってる。こういう状態、ずっと。首に手を回してね。ちょっと、なんか恋人みたいな感じ。どういう感じですか？もう一回ちょっと。はい。ほら、撮ってくれてる。撮ってくれてる。うがきさん。ほら、今首、顔をね。やあ、うがきさん。こういう感じ。ちょっとね。桃田さん。ま、ちょっととりあえず座っていただいて。桃田君ね。話がちょっとブレてしまいました。うん。いやでも、うがきさんがもう喜んじゃった。でも、とろけちゃったんですけど、でもわかります。そういう方います。なんかすぐこう。ベタベタして、恋人のようにね。手を組んできたりとか。あれびっくりしちゃいますね。手繋いだりとか。チューとかするんですよ。チュー？そう。桃田さんは絶対にしない。いや、しないですよ。チュー誰にされるんですか？うちの高木レニっていう紫色の最年長がいるんですけど、もう普通に、なんか、普通に、もう、チューみたいな、気づいたら、私の袖とかを、こう、パク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 食べてたりとか、すげえな、はい。するから、なんかもう、ね、本当にやめて、とか。でもガチだ。そう、ガチでね、マジ近いんだけど、とか、言ったりとかしても、でも、どんだけ、言っても、もう、冷たいとか言いながら、全然離れないんですよ。みんな寄ってきちゃうんですって。だから、よりドライになっちゃって、ね、本当に嫌なんだけど、とか言ってるんですけど、だから近い人にはよりこう、ドライとか、その関係性だからって冷たいって言われることの方が多い。